止力と抑止というものは抑止であるということをちょっとその言葉の意味を、はい、抑止、抑止、抑止っていうのはその嘘、まがいもの、でたらめ、まあ、そんな意味ですね。だ抑止を言ってるというのは詭弁ですよということなんですね、うん、まあ、語呂がよく似てるんで抑止は抑止で、うん、まあ受けた受けは県内では、まあまあかなと思っていますね。あれ鳩山さんはあの日の本気で言ったのかどうかってちょっと分からないと思うんです、うん、あの人は、まあ、少なくとも普通の意味で秀才であること間違いない、うん、はいはい、で昨日今日安保に関心持った人ではない、はい、その証拠に私はこれ鳩山さんの、まあ、退陣の記者会見というか退陣前の記者会見に行ってるんですけども、はい、唐突なくらいに彼は、日本は日本自らが守るべきだということを言うわけです。国民を考えてくれって言ってましたね。自主防衛のことをつまり言ってるわけです、で唐突の方でだけどこれを言ってるわけです、ね、で鳩山さんがずっと言ってきたことは祖父の鳩山一郎が言ってきたことをかなりこうトレースしてる部分がある。で自民党の恐らく初代総裁で多分首相になるはずだった鳩山一郎という人は先ほど言った戦後日本の言論空間で存在を許されなかった、自主独立であって再軍備であってそして周辺諸国との融和、つまり、友愛ということですね。中国やソ連やトルコ、戦ってしまった国々ともう一回再度友好関係を作ろうと、この3つ言ったんですけど、このセットはアメリカにとって許せなかった。だから GHQ は彼を公職追放にしてですね、代わりにまあ、CIA の利益を受けている、まあ、明らかですけど、まあ、吉田茂という人を連れてきて、吉田茂が、まあ、自民党の、まあ、総裁になり、そして、首相になり、吉田ドクトリンというものを作り出していくわけです、いわゆる経営武装で経済重視で、はいはい、ラインを作って、鳩山一郎という人の可能性みたいなのその後全然顧みられることはこのなかったんですよ。僕実物としての鳩山一郎というどういう人か知りません、ただ彼が唱えたことは普通のことを言ったんだと僕は思ってるんですね。でそうしたことを鳩山由紀夫さんもう一回やりたかったのかもしれないけど、徹底的にこの彼をピエロのように、描写する報道ばかりがなされて、なんかものすごいボングであるようなことが書き立てられて彼の真意は伝わらず、そして、捨てられていくわけですね、おもちゃのようにですね。でその構造的な同じことですね、発発されていくわけですね、で彼のが本当は理解してただろうと思うんです、抑止力について。ただ抑止力をどう構築するかという時に思い切ってですね、いわゆる自主独立でいいんじゃないですかと言えなかったし、自主防衛だって言えなかったんでしょうし、いつかはそれが必要ということしか言えなかったんでしょう、そこまで腹がなかったのかもしれないし、もしそれ生きてたらもっと早く切られてたかもしれない、結局のところ抑止力を学べば学ぶほど抑止力が分かったというのは、政治家や官僚などの支配層にとって保身という意味での抑止力というのはアメリカに突き従うことだという意味で言ってるんじゃないかと思うからアメリカの言う通りにしていればそれが自分の保身の守り神になるというですね、くらいのです自分に対する、そうですね、我々の抑制、そうですね、もしくは戦後自己抑制です、ね、もしくは戦後国体、国体はだから戦前だったら天皇をいただいた官僚制ですけど、戦後は日米安保をいただいた、あるいはそれを基盤にした官僚制ですね、それが国体、国体だと僕は思ってます。戦後の国体、戦後の国体の継続のためにはどんな手を使ってでも政党政治で違うことを言う人間を引きずり下ろすという制度が今も厳然と続いているんじゃないか、もしかしたら近いかもしれないね、いや僕の言ってるのかでも鉄砲で言ってるのかもしれませんけれども、ただこういうのが沖縄を通じて見えてきているというのはすごいことではないかと、今のちょっと僕のおしゃべりが長くなっちゃって申し訳ないですけど、こういう構造とか亀裂とか日本国民全体にとって大事な話が見えるようになってきた、どんなにマスコミがキャンペーンしようと思ってですね、見えるようになってきたというのは大変な実は進歩かもしれなくて、はい、結局鳩山さんぐるっと回ってですね、その同じ辺のことを言ったんですよ、間抜けなことに、だけど随分違う地点までその僕らの認識とか理解とか進んだような気もするんですけど、ね、
回ったんだけどちょっと高いところに来たかな、螺旋状に、螺旋状に来たかもしれない。これをおっしゃってくれたのは、実は辺野古の海でですね、反対運動している一主婦の方。ああ、そうなんですか。自分の経験として14年間やり続けてきたんだけれども、鳩山さんが来て期待してがっかりしたけど、がっかりしたけど同じ辺野古と言われても明らかに私はこう違うところに来たと思う、ということを日々現場にいて、そういう座り込みの運動をやってらっしゃる方が、実は昨日お会いしておっしゃってたんです。なるほどですね。それすごい僕は。そうですね。もしかしたらもう一声かもしれないよね。もうちょっと理解が進むと状況は変わってくる可能性があるかもしれない。それともう一つですね、お聞きしたいのが、実はこちらに来て一つ発見したのはですね、辺野古の反対、運動、どのくらい沖縄の県民の方がこれから頑張ろうという意思を持っているのか、それについてはその世論調査もしてるし、確実に沖縄の県民の方々は反対の意思を持っているというお話でしたが、一人一人こう個々人を積み上げて見てみると、沖縄県からですね、一回は出たことがあるかと、例えば進学とか就職とか、それで戻られてきた方、あるいは配偶者がその県外の方とか、あるいはその実際今もうほとんど沖縄県民とうちなんちゅうって感じで生きてらっしゃるけど、よくよく聞くと生まれは実は東京ですっていうような方と、つまり何というか、何らかの形で沖縄の外を体験したりとかしているボーダレスなところにいる方がものすごく熱心にやってるようです。で、これのこともですね、実はその辺野古の実際反対の現場にいる方にそういう印象をちょっと尋ねてみたら、全くその通りだと。なるほどですね。なお同じ名古屋市民、同じ辺野古の市民でも、何らかの形でそういう外部との体験、交流体験がある人が、外部の力も借りながらこれやってるんだと。で、全く動いたことのない人はむしろ、どちらかというと動きが鈍い、あるいは現状維持、もしくはやってもどうせ無駄なんじゃないかと言ってる、これははっきりしてるって言われたんですよ。これはちょっと僕としては目から鱗でした、これどう考えたらいいのかなと。つまり確かに、先ほど僕言いましたけど、これ半永久的にあるんじゃないかと、実は前は、20年ぐらい前は思ってたよと。ご自身で持ってました。なんとなくそんな印象を持ってて、あの事件が、少女暴行事件があった後ですよ、その、実際に海兵隊っていうのはどういうものなのかというふうな、分析を地元のマスコミも始めた。これまその以前はですね、その、海兵隊っていうそのアメリカの殴り込み部隊、強靭な部隊が沖縄を拠点にアジア太平洋で活動していると、こんなことって よくないんじゃないかというふうな捉え方だったんですが、それがそのああいうその、ね、ショッキングな事件があって、頭は怒ってんだけども、ちょっともうちょっと冷静に現状を見てみようよというふうな形、状況があったと僕は思うんですね。でそのだからその、沖縄から離れたことがなく、今その八上さんがおっしゃった、ことなんですけども、そのやっぱりそのしがらみの中で、その物事を考え、その中で生きているのと、そのしがらみから一旦外に出て、その自分の生まれ育った場所やその、生活してきたところにいるというのはやっぱちょっとね、違ってくるという気がしますね。やっぱりその、ご存知だと思いますけど、その基地の中で働いてる人がおり、その基地周辺で、基地にぶら下がって生活をしてる人おりで、そのスパッとこう一刀両断にはできないんですよね。そうですね。基地のその問題っていうのは沖縄の中で、それはその、まあ、当たり前の話。